はい、おはようございます。はいはい、待ってね。はい、これどうぞ。はい、はいで、はい、こっちです。はい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 、よいしょ。浮き抜けはね、ポンちゃんがちょっと甘えてなでなでしてたんだけど、暑くなってから向こうの部屋行っちゃいましたよ。そうなの。でも暑くなる前も行ってたよ。あ、抱きてね、行ってる。タンスの上に乗っています今。でも、あ、タンスの上でこのブラシやってみようかな。やりに行くのが暑くて嫌なんだけど、ほんと。ジャン君、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 はい、あれで、はい、膝に乗りたい。やっぱお膝さ、熱くないの？うん、めっちゃフルフルいってる。ジャン君、どんどん大丈夫？うん、ちゃんちゃん。飛ばそうとしてんの。飛ばすんだったら人形の方がいいよ。うん、だったね。はいはい、いいよ、ここにいて。ガシャガシャ。よしよし。よしよしよし。ちゃんくんはいい子ね。はい、よいしょ。はい。はいはい。はい、パンちゃん。はい。はい。ちゃんくんが呼ぶんですけど。はい。ちょっと遠いんだよね、ぽんちゃん。 29.3 度、もうすぐ30度になるよ、ぽんちゃん。そしてジャン君がすごく呼んでいます。暑いよ、こっち。
ちゃん。はい。はい、わかりました。すぐ行きます。うん、じゃあちょっと行ってくるね。ポンちゃんの、ポンちゃんの毛はなんかふわっとしてるね。そうなんだ。ポンちゃんの毛ふわふわ。なんか特になんか首の周りとか、うん、ふわふわなんだよね。夏です。暑い。うん、暑い時の日傘。スタート。男性用日傘持ってきました。これで大丈夫かな？帰ってきた途端に名刺を食う人たち順番なんだね。ちゃんと順番守ってるんだね。ジャン君、おとなしく待ってた。外暑くてさ、自転車の鍵をなくしちゃったよ、暑さのせいで。ポンちゃん、なくしちゃったよ。